皆さん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回はまたクリスマス特集の、ね、ホワイトクリスマスを弾いちゃうじゃないかという内容になっておりまして、この動画の中ではボーカルの解説をさせていただこうかなと思います。とりあえず音源を聴いていただいてわかるかと思うんですけれども、3人、三声和音というやつですね。3人のボーカルからこう成り立っているようなアレンジになっております。もし、うちのバンドには1人しかボーカルがいないぜということでしたら、メインボーカルだけでも OK ですし、もし他にもやりたいよという人がいるようでしたら、まあ、どんどんパートを増やしたりしていただければ OK ですし、もしくは逆に、やりたいよという人があまりにも多いと、たくさんいる場合でも、それぞれのパートを、ね、2人ずつやったり、3人ずつやったりとかして、もう結構合唱スタイルみたいな感じにやっても全然いいかなと思います。その辺は皆さん こう、ね、お友達の都合に合わせて調整をしていただければという感じです。で、この動画の中では、主にメインとして、それぞれ このボーカルのキー設定の仕方を説明させていただきたいんですけれども、ちょっと男の子と女の子 この帯域の差も含めて、ちょっとそんな話をつらつらさせていただこうかなと思います。とりあえず、まずメインボーカル。メインボーカルは一番低い音がこのドシャープで、一番高い音がここのミです。普通に男の子が歌う分には、結構低い方の部類になるかなと思います。普通の男の子でも、このラとかそのぐらいの音、まあ、この辺でも全然出てしまう子がいるので、ドシャープは全然余裕で出せると思います。で、ミの音もそんなに言うほど高い音でもないので、まあ、普通に歌ってて全然出せる範囲かなと。特に最近、ね、カラオケとかよく行くような若い男の子は、もう結構高い音出る人が多いので、まあ、ソとかラとかシとか、人によってはドまで出る人もいると思いますし、まあ、こんな感じで、ソ、ドシャープからミまで。の帯域という感じです。もうこのままで普通に男の子は結構歌いやすいかなと思います。でも、ちょっとこれ低いよという場合は、キーを D から E に変えてやってしまいましょう。ギターとベース その音程楽器、弦楽器の人に2フレット上にしてもらって弾いていただいて、例えば、5フレット弾かなきゃいけないとこがあったら7フレット、7フレット弾かなきゃいけないとこがあったら9フレットみたいな感じで、フレットを上げてもらって、キーを D から E にチェンジしましょう。移調しましょう。そうすると、もうちょっと、ね、声のボーカルのラインが高くなって、気持ちよく歌えるようになるかなと思います。もし、そのままでは低いよということでしたら、2フレット上げて弾いてみてください。そうすると、男の子は結構歌いやすいかなと。そのままでももちろん OK ですけれども。でもし、メインボーカルを女の子が歌う場合がありましたら、この音程をですね、そのまま1オクターブ上げると、ちょっと辛い子が多いと思うんですよ。まあ、ドシャープはいいとしても、上のミが辛いという子が結構多いかと思います。結構このミ、女の子によっては普通に出るんですけれども、ちょっとこう辛い部類に入ってくるかなと。特にこう、ね、伸び伸びと伸ばさなきゃいけなかったりするので、その下のこのレの音。このレの音をガーッと伸ばさなきゃいけなかったりするので、人によってはちょっとこの辺辛いかなとなるかと思います。なので、もし辛いよということでしたら、今度は逆に弦楽器の人に2フレット下げて弾いてもらいましょう。そうすると、ちょうどいい具合かなと。弦楽器の人に2フレット下げてもらって、で、ボーカルは1オクターブ上で歌うという感じです。そうすると、キーが D から C になって、だいぶ歌いやすく。なるかなと思います。大体女の子だとこの辺、ソラシドあたり、トゥルトゥルーくらいがすごい歌いやすい範囲だと思いますので、そんな調整をすると、メインボーカルもできるかなと思います。まあ、もちろんこのまま歌えるよという人だったらそれはそれでいいんですけれども、ちょっと辛い場合は2フレット避けてやってみてください。で、次、ボーカル2に関してなんですけれども、実はこのパートが一番帯域が広くて難しいです。一番低い音はメインボーカルと一緒でドシャープの音。で、一番高い音はメインボーカルのこの一番高いミの音を飛び抜けてラまで行かなければいけません。トレラレラのところで。でも、男の子でも裏声を使えばラの音とかも全然出るので、もし男の子が歌うという場合でしたら、このままでも OK です。で、男の子がこのボーカル2を歌う場合は、2フレット上がってても、2フレット下がってても、どっちでもそのままいけると思います。裏声とか使って、ちょっとこう優しい感じでコーラスしてあげると良いかなという感じです。
で、もし、ボーカル2のパートを女の子が歌う場合は、やっぱこの一番下のドシャープの音がつらいので、一部分、オクターブをグワッと上げて弾いていくことに、歌っていくことにしましょう。そうすると、このドシャープじゃなくて、一番低い音がラの音になって、ここは出せる、で、上も出せるみたいな感じになるかと思います。具体的にどこを1オクターブ上げるかというと、ボーカルの楽譜の2枚目。そのまま楽譜通り歌うとすると、ここからスタート。さすがにね、ちょっと辛いんですよ。なので、この I used to know までをオクターブ上げて歌いましょう。ここからということです。I dreamin' of a white Christmas just like the ones I used to know, I used to know まで。ここからは楽譜に。When the treetop whistles and children listen to hear みたいな感じで歌っていくと、良いかなと思います。ちょっと女の子にとってはね、少し低めのキーだなって感じがするとは思うんですけれども、まあ、そんな感じの調整することで女の子でも歌えるかなという感じです。で、ボーカル2を女の子が歌う場合は、キーを2フレット上げた場合は、全然むしろ万々歳になるかと思います。全然いける範囲です。けど、キーを2フレット下げて弾く場合は、ちょっと下のその音が辛くなってくるかなって感じですね。この辺はちょっとうまく調整をしてください。このまんまでも結構低めではあるんですけれども、2フレット下げると結構歌える人、限られてくると思います。低いキーが得意な子に限られてきてしまうので、その辺はちょっとね、それぞれの皆さんの声帯の、なんていうんですかね、この帯域に合わせて調整をしていただければという感じでしょうか。で、最後、ボーカル3に関してなんですけれども、ちょっと中途半端なキーなんですね。上のソと下のファ、シャープ。この音。オクターブそのまま上げたりとかするにはちょっと微妙ですし、ソの音は高すぎますし、かといって部分的に上げるのもちょっと難しいですし、男の子が歌う場合は、うん、このままやっちゃって大丈夫です。上で上げても、下に下げても、まあ、どっちでも全然歌えると思います。でも、女の子がね、これを歌うのはちょっと辛いと思うので、基本的にボーカルさんは男の子専用というふうに考えた方が無難かと思います。そんな感じです。もし、その胃腸、音楽理論とかに詳しくて、ある程度このアレンジとかもできちゃう方は、どんどんその人のそれぞれのボーカルさんの都合に合わせて、都合を合わせられるというか、まあ、調整できると思うんですけれども、基本的にはボーカルさんは男の子専用でいきましょう。というわけで、とりあえずまとめますと。ボーカル1、男の子はそのままでも OK。もし低いと感じたならば、2フレット上げましょう。で、女の子が歌う場合は、2フレット下げてオクターブで歌うということです。そうすると、歌いやすくなる。でも、もちろんそのままでも OK。で、ボーカル2に関しては、男の子はそのままで OK です。2フレット上になっても大丈夫だし、2フレット下になっても大丈夫だと思います。でも、女の子が歌う場合は、I dreamin' of a white Christmas タタタタタラタタンタタタラの I used to のまで I used to のまでをオクターブ上げて弾く、歌うというふうにするとちょうど良いかなと。で、キーが2フレット上がる分にはいいと思うんですけども、2フレット下がるとちょっと辛いと思います。その辺は要調整です。で、ボーカルさんに関しては男の子専用。これはまあキーが上がっても下がっても多分どっちでもいける感じですね。そんな感じになります。で、ちょっとこれは余談ですけれども、余談の前にちょっと合わせの話をしましょう。合わせ。最初のこの楽譜で言えば1枚目の部分なんですけれども、普通にこうテンポがなくてフリーテンポで進んでいくような感じなんですよ。なので、もし3人で、もしくは3人以上、4人、5人、6人、7人、8人、9人とかで歌う場合は、結構この合わせる練習をしないと、辛いと思います。なんていうんですかね、その The sunny shine in the grass is green のリズムが合わなかったりとかすると、どうしてもぐちゃぐちゃとなってしまうので、まあ、誰かその、ね、バンドリーダーってわけじゃないですけれども、ある程度こう指揮したりとかする人、もしくはその、ね、この口で、このタイミングで歌うよっていうのを
アピールできる人を1人決めて、でその人にこう合わせるようにちゃん練習をすると良いかなと思います。ちなみに僕の場合は、ちょっとまあ恥ずかしい話なんですけれども、1回動画で僕がこう指揮をしている動画を撮って、ワン、ツー、スリー、フォー、ザ・サニー、シャイニー、ダ・グラス・イ・スクリーンみたいな感じで、ディー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 って感じで、で、そのビデオを撮影して、で、それをパソコンに移して、で、それを見ながら、まあ、歌ってたような感じです。やっぱそういうね、目安がないと、さすがにフリーテンポは辛いので、まあ、指揮してもいいですし、口でアピールしてもいいですし、誰か一人決めて、で、その人に合わせるように練習をしていくというような感じにしていくと良いかなと思います。で、もし逆に、逆にじゃないか。もしバンドに一人しかボーカルがいなくて、ギターの人にバッキングを弾いてもらう場合は、まあ、ギターの人に、ね、合わせてもらうような感じで、割とこのフリーダムなテンポでも大丈夫なので、ギターの人にうまい具合に合わせてもらいましょう。そんな感じです。メインの話はそんな感じ。で、ここからちょっと余談になるんですけれども、なんかこの話を聞いてて、女の子の方がやっぱなんか制限が多い感じがしますよね。なんかこうね、女の子はちょっとキー下げると辛いとか、ここはちょっとオクターブ無理とかって。ですね、実はその男の子の方がなんかこう帯域が広いんですよ。メインボーカルの一番低い音、ドシャープって言いましたけれども、人によってはもう全然下も出ます。ドデダデダダダダちょっとミの音とか結構低いんですけれども、そのくらいまで出ちゃう人もいますし、でそこから上の方にたどっていくと、タタ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 みたいな感じで、人によってはこの身ぐらいまで出ちゃう人もいるんですね。そうすると、1、2、3オクターブぐらいはいけちゃうんですよ。けど、女の子の場合だと、このラソら辺、ラとソら辺、この辺が結構微妙なラインですね。まあ、低いキーが得意な子だったら、ね、ミぐらいまで出ちゃうと思うんですけれども、ラとかソはこの辺がやっぱり、このボーダーなんですかね、結構一つの目安っていう感じですかね。で、ここから、このくらいのミが結構限界かなと。このファシャープソまでいける人は結構限られるかと思います。そうするとね、このミからラまでって考えると、やっぱり1オクターブ半くらいで、どうしても幅が狭くなってしまうと。これはまあ普通にも体の作り上仕方がないことなんですけれども、まあ、そんな感じで女の子の方が制限が多かったりとかするので、できるだけその女の子の都合を優先してあげましょうということです。もしボーカルの中に女の子がいる場合はということですよ。男の子しかいない場合は、まあ、適当で大丈夫です。そんな感じでしょうか。まあ、普通にキーだけの話、キーの設定の話になりましたけれども、僕が伝えたかった話は以上でございます。で、あとはまあこういうキーボードとか、ね、用意したりとかして、まあ、自分でこう、ね、しっかり音程の確認をするという感じです。iPhone とか iPad とかでもいいですし、そういうアプリを使って、まあ、この楽譜をちょこちょこなぞってみると。で、それと一緒にこう歌ってみたりとか、もしくは僕が用意した音源と一緒に歌ってみたりとかして、もう自分の、ね、歌うべきメロディーを体の中にしっかり刻み込むという感じでやっていただけると良いかなと思います。やっぱりこの合唱スタイルになれないと、相手の音にすごいつられてしまうというか、同じキーを歌ってしまいがちなんですけれども、もうこれを、ね、乗り越えるには練習しかないので、もう何度も何度も歌ったりとかして、自分のメロディーを体に刻み込んでください。でもそれがまたうまい具合に習得すると、なんかこう、調和を楽しめるというか、なんかそんな感じになってくるんですよ。例えば、一人の人がソの音を出していると。で、そのソの音に対して僕がドの音をブワーって出すと、5度っていう、こう、きれいな、ハモリになるんですけれども、なんかそのハモリをコントロールするというか、調和をコントロールするというか、なんかそんな感じを楽しめるんですね。ぜひ、そこまで習得していただけると嬉しいなという感じです。ちょっとコーラスやったことがないぜなんていう方もチャレンジしていただけると嬉しいなと思います。そんな感じでしょうか。まあ、このキーボード、僕は今回サンタさんに6000円ぐらい払っていただきましたけれども、まあ、6000円とかで、ね、こんなの買えるんで、もし余裕がある方は
練習するときに、ね、みんなでこういうの持ち寄ったりとか、もしくは誰か一人買ったりとかして、一緒にこうキーの確認とかしながらできるとすごくいいかなと思います。これのもう一回り小さい緑色のサイズもあるんですけれども、そちらとかは普通に3、4000円ぐらいで買いたりとかするので、まあ、こういった実機を一つ買ってみるのも良いかと思います。すごくおすすめです。こんなおもちゃキーボード。軽いし、電池で動くし、そこそこ音大きいし。じゃあ、そんな感じでボーカルの話は終わりにさせていただきましょう。いつもの一言になってしまいますけれども、練習ということです。頑張って習得をしてみてください。それではまたお会いする日まで。さよなら。